うん、皆さんこんにちは。今日は久々にね、宮田さんの家に来ています。5月2日です。ロックダウン終わりましたね。終わりましたね。どうしてました、ロックダウン2週間。いや、あの精神的にね、あの自分から出られるっていうのと出ちゃいけないっていうのが違うからね、うん、ですよね。だからもう、早速昨日は家内とレストラン行ってきましたよ、うん、あ、なんかでもまた一昨日あたり電話で言ってましたよね。なんかネズミがちょろちょろして大変だと思ってね。そう、うん、だからこれはもうやっぱりね、フィリピンに来てる日本人はね、すべてに問題があると思うけどね、うん、ね、奥様絡みはね、いろいろとありますよね、うん、でももう一応落ち着いてるんですよね。いや、まあ、なんていうのかな、もうこっちも少しね、うん、あの相手の正体が分かってくるとね、あの逆になんていうのかな、分からないでいるよりも、うん、相手の正体がピッと幽霊の姿が見えてきちゃうとね、カレオバナ、うん、女房を助けてやろうかなと思っちゃうんだよ、うん、真ん中に立ってるんだよね、うん、女房かわいそうでさ、まあ、間挟まれてね、あれこれあると、うん、でなんていうの、あの女房の兄弟は、うん、自分から俺には言えないから親父に泣きつくんだよ。で親父は娘である自分の俺の女房にね、うん、何とかしてくれって言ってくるわけ、うん、でもそれだったら直接俺に言ってくれればと思うんだけどさ、それは言えない。それは無理でしょう、うん、いやでもね、まあ、女房がもう本当に困っちゃってね、うん、どうしようかっていうとさ、うん、俺は女房を困らせるためにいるわけじゃないからね、ね、できるだけのことはしてあげようかなと思ってんだよ、ね、うん、あ、それでね、今日はちょっとね、ご相談がまた来てて、ちょっとね、僕のなんか手に余るって言ったらあれだけど、宮田さんの方が一応僕より12年長く生きてるわけじゃないですか、うん、ただただ長く生きてるって、ね、いやそのね、意見をちょっとお聞きしたくって、ちょっと今までの相談事とはちょっと違うんですね。で、ね、メール、長いメールをいただいてるんですけれど、ちょっと読んでいきます、ちょっと匿名で、Y さんからのメール、ちょっと読んでいきます。いつも楽しみに誠さんの動画を拝見させていただいてます。同年代とあり、昔誠さんが動画でおっしゃっていた車やバイクのことも私と趣味が合っており、メカニックのこともよく知っておられるなと思って拝見させていただいてました。昔誠さんが送っておられた青春時代と私がしていたことがよく似ており、勝手に親近感を持っております。前置きが長くなり申し訳ありません。ここからですね、本題なのですが、私は昔の怪我で右足に後遺症が残り、杖か車椅子で移動しております。聞くところによりますと、フィリピンの医療関係は金額的にも高くつくようなことを聞きます。体のこともあり、思ったように仕事もできず、今は多少の障害年金月7万円ぐらいになると思います。そしてどこでもネット環境さえあればできるようにと、インターネットで投資の仕事をやり始めております、私の苦労自慢のようになりますが、離婚して一人暮らしになってからというもの、怪我をして障害が残り仕事ができなくなり、 SNS、 あのコンピューター上ですね、あのなんだろう、 Facebook も SNS のうちですけど、うん、SNS で知り合ったフィリピン女性2人に結婚詐欺に遭い、財産を失い、住宅ローンが払えず自己破産、今ある財産は投資に回しているお金を決済すれば300万円ぐらいです。もうこの年で体も悪いせいもあり、フィリピンへ来て一緒に暮らせば良いと優しい言葉をかけてくれるフィリピン女性もいて、そのネット上でですね、フィリピン女性の優しさにはまってしまっています。主にチャットやビデオコールなどで交流が何人かあります。私も年齢と体のこともあり、できれば早く家庭を持ちたいのですが、今のコロナ禍ということで渡航できないということ、今までの経験がトラウマになってなかなか信用することができません。 SNS だけで信用すること自体がおかしいのかもしれませんが、こういう SNS で知り合って家庭を持つということはやはり無茶なことでしょうか。
こういうもので知り合い、うまく家庭を持っておられるお話もお聞きします。私の場合、相手が悪かったのでしょうか。やはり普通にお付き合いをして結婚するのがいいと思いますが、とりあえずフィリピンに行って前向きに頑張れば出会いはあるでしょうか。私の場合、英語も片言なのでそれも不安要素です。しかし障害があることでこの先の人生を諦めたくなく、もう一度人生をやり直したいという気持ちが強いのです。つかみどころのない話で申し訳ありません。いろいろ長く話してしまいましたが、やはり知り合いもなく健康面でも体に障害があり、金銭的な余裕のないものはフィリピンへ移住するのは無理がありますでしょうか。真剣に、まあ、ホスさんのような生活をこれからの余生を送るようなことを夢見ております。アドバイスをいただければ幸いでございます。というようなまずメールをいただきまして、ちょっと情報がこれだけでは僕の方で足りなかったんで一回メールでお聞きしました。メールありがとうございます。まあ、動画で答えるってことを、まあ、こういうふうにちょっと書いてるんですけれども、いくつかお聞きしたいことがありますので箇条書きにさせていただきます。これ僕からこの方の質問ですけど、年齢はおいくつでしょうか。で、2つ目に、日常的に医者にかかる必要がありますかっていうのが2つ目で、もう1つは、ネットでの投資をフィリピンに来られてからも継続の予定ですか。それから、最後、健康保険の支払いなど今現在の支出はどれほどでしょうかという、メールを送って、でまた答えていただきました。動画で答えていただいて、亀井さん匿名でお願いいたしますということで、年齢は5月で59歳になります。今58歳ですって。で、病院ですね、次が、はい、いくつか常用している薬がございますので定期的に病院にはかかっております。医者にもライセンスが必要な、痛み止めシップを常用しています。このシップだけは毎日の常用が必須になると思います。あと飲み薬もいくつか服用しております。あとはその投資の件ですね。いろいろ悩んだ末、前に少し FX を独学で学んだことがありましたので、ネット環境さえあればパソコンやスマートフォンだけでできますので、今は株式トレーダーをやり始めております。しかし収入になるという保証はないので少し懸念しております。何か私でもできる確実に収入になる仕事があれば、今は全く具体案がありませんが、そちらの方も考えています。で、あと収入面ですね、最後に。で、自己破産した時点で生活保護を申請しまして受理されましたので、税関係や医療費などは全て免除されております。しかし移住するとなると生活保護は打ち切られると思います。つきましては、今使用している医療費を日本の健康保険通常3割で支払いをしようと思うと、月1万5000円から3万円ぐらいはかかってくると思います。しかし食事療法と周りの環境でだいぶ服用しなくてもよくなる薬はあります。実際服用していない薬もあります。あと今は無料で受けられる介護サービスです。例えばリハビリ、掃除、料理の訪問介護、介護用品のレンタルなどあります。これが無料になるということですね、今の時点で。しかしこれらは場合によっては不要なものがありますので、必要なものは買い揃えたり、リハビリなどは自身でトレーニングやストレッチをやっていますので、良い整骨院などがあればたまにそこへ通えば大丈夫だと思います。体の面ではやはり冬の寒い時期は全く不調なため、気候の暖かいフィリピンを望んでおります。それにうつ、うつって言うんですよね、これね。うつだね、うつですよね。それにうつもありますので、気候の良いところということも大きく精神状態に影響しますので、そのことも考えております。あと掃除洗濯はなんとかなると思いますが、一人だと食事は外食かデリバリーになると思います。あとそんなに金額のかかる趣味も酒もタバコもやりません。普通一般の一人住まいにかかる生活費ぐらいだと思います。フィリピンの物価がどれぐらいで生活費がどれぐらい金額的にかかるのかよく分かりませんが、私が出費しているものはこれぐらいだと思います。日常生活は実際怪我をしてから一人暮らしを5、6年続けておりますので、生活は一人でも大丈夫だと思います。しかし万が一という時と収入が安定しないというところが不安です。お忙しいところ恐縮ですが、何なりとお聞きいただければ分かることは全てお答えしますので、よろしくお願いいたしますっていうことなんですね。で、まずね、これ、
今は全然医療費かかってないのが、生活保護を打ち切られると医療費が3割、日本に住所を残して健康保険取っておいたとしても3割は自費で負担しなきゃいけないということですよね、うん、まあちょっと足に不安があるという方で、収入が今7万円ぐらいということで、あとはそのトレードですね、 FX とか株で。トレードでもあれみんなが儲かるわけじゃないからね、まあ、損人がする人がいるから儲かる人がいるわけですからね、うん、ものすごい難しい問題だね。何しろ自分のその今までの経験というのはないからね、そういうのが。ですよね。今まで、まあ私は特に何ていうのかな、うん、体は動いたからね、うん、だから何があってもやっていけるっていう気持ちがあったけど、うん、今お聞きすると、あの医者にはかからなきゃいけないって言うんでしょ。ああ、そうですよね。私ね、あの糖尿病はもうそれこそ50前からあったから、うん、あの金はかけてきましたけどね、うん、フィリピンに来るときに日本で払ってたのはだいたい3万円なんですよ。結構高いですね、うん、月に3万円、あの現金で私が負担するのはね、うん、3割負担で3万円だと、うん、まあ、ところがこっちに来たら、うん、要するに医療保険っていうか若干安くなる保険には入ってるんです、うん、それだけどやっぱりこっちで最低1万ペソはね、ああ、まあ言ってましたよね、薬代かかるでしょ、うんうん、だからまあなんだかんだ言っても日本で3割負担やってるんだったら、うん、大して変わんないなと、うん、それで僕の場合にはほらどん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 進行していくってもんじゃなくて、うん、ある程度もう決められた金額でダーッといけるでしょう、鳴らして薬で抑えていけるってことですもんね、うん、だからこの人の場合にはそれがな、ちょっとね、医者に見せなきゃいけないっていう。こっちでその日本にあるような信頼できる整骨院とかしたらちょっとないですよね。だからその医療のことについてはね、自分であんまりその知識がないもんだからね、分かんないですね、無責任なことになっちゃうからね、うん、だから本当にフィリピンに来て、うん、そのトレーダーでね、どれぐらい稼げるっていう実績があればね、うん、何とでも言えるんだけど、収入面が今現在はっきり分からないでしょ。今その障害年金で出てる7万円がベースですよね、うん、それとその何ていうのかな、生活保護っていうのはもう日本を出てしまったら出ないからね。そうですね。だからこの何ていうのかな、この人は今現在お相手がいるってわけじゃないんだ。今いないんですって。でネットでよく話をしてるフィリピン人の女性が何人かいるってことで、まあ、惹かれてるってことだけど、前に2人に騙されて全財産使っちゃったっていう、そうなんですね。まあその騙されて財産使っちゃったっていうのは私もいくらでも答えられるけどね、そっちは自信があるんだけど、その体のことでね、相談されるとちょっと返答に困るんだな。そうなんです。僕もその、うん、例えばその医者が処方してくれる湿布を毎日使わなきゃいけないということで、例えばこっちに3ヶ月来て日本に帰るというようなことであれば、3ヶ月分持ってこれるとすれば薬だけだったらなんとかなるじゃないですか。ところが病院に通わなきゃいけないってところでどうなのかなっていうのもあるんですよね。いや、それが心配だね、うん、だからその今みたいにね、日本に自由に行けないっていう時が来てるわけでしょ、現実に、うん、この今のなんていうのかな、肺炎のあるところでね、うん、来てくださいとは言えないな、うん、まあこの状況が終わってからのことでしょうけどね。だ終わらないよ、うん、まあでもいつかは観光ビザでも入国できるようになるじゃないですか、うん、観光ビザでは入国できるけどね、うん、そう、どっちが幸せかなったら、うん、まあ何事も今まで分かってる方の日本にいた方がね、私は無難だと思う。安全ですよね、うん、それは。医療のことは分からないもの、うん、フィリピンは医療がね一番、うん、ただこうやって、うん、
それはね、長いメールを送ってきてくれると、やっぱりすごくこうフィリピンというあったかいところにやっぱり憧れてるってことがあるんだと思うんですね、うん、寒いところがいい、あったかいところがいいってことであればね、あったかいところは間違いなくいいですよ、うん、だそれはいくらでも言いたいんだけどもね、うん、この人が来て医療やなんかの点でね、うん、思ったような医療が受けられないってことになったらね、うん、それこそ愛情やなんか言ってる間にね、自分の体の方が問題だからね、うん、だから僕は今はじっとして静観してるべきじゃないかな、うん、とにかく、この方の場合はってことですよね、うん、だから要するにパートナーを選ぶってことでもね、うん、それははっきり言って出会いはあるでしょう、うん、出会いはあるけども、それが継続できるかできないかってことはね、うん、また別の問題で、今ね300万持ってくれば、それはどこの女性でもね、当初は金持ちですからね、うん、ただもうこればっかりはその医者の立場じゃない限りね、うん、いらっしゃいとも言えないわな、うん、僕はこのねご相談を宮田さんのところに持ってきてしまったというのは、僕もねこれ答えようがなくて、宮田さんのねちょっとなんか意見があるかなと思って来たんですけれども、やっぱり体のことがね一番心配になるし、で生活保護はね切っちゃうっていうのは絶対に僕は反対なんですね。でご相談していただいたね Y さん、多分フィリピンにも来たことあるのかどうかわからないですが、長期滞在ってしたことないと思うんですね。実際にこちらに来て生活を始められたとしても合うかどうかっていうのがわからないんで、生活保護とかその移住とか考える前に、この状況が終わって来れるようになったら一回来てね、どっかに滞在してみたらいいですよね。そうだね、一回来て、うん、アパートにね2ヶ月でも3ヶ月でも滞在して、ね、その医者のね、うん、まず医療機関の現状をご自分で ね、 そうですね、確認するべきですよ、うん、私らじゃ何とも言えないもの、うん、僕もねこのメールいただいてからね、ちょっと医療機関の病院のホームページとかを見たんですけれども、やっぱりリハビリっていう点ではね、リハビリとか、まあ、こういう後遺症のある方に対しての何ていうのかな、きちっとしたことをできる病院っていうのがね見つからなかったです。プエルトプリンセサでは一応リハビリみたいなことをやってるところがあるんだけど、日本の信用できるようなところがあればって言われると僕は何とも言えないんで、これをご自分で確かめてもらわないと、まあ、どうしてもって言うんだったら大都市の方がまだそういう施設いいもあるかと思います。で実際にそのパートナーで女性見つけて女性とっていうのを抜きにすれば、一人でアパートに住んで、例えばこのパラワントプエルトプリンセサでも7万円というといくらですか、ペソで。ん7万円というと、3万ペソぐらいですかね、3万しちょっと出るぐらいかな、まあ3万ペソあれば一人でアパートに住んでっていうんだったら、夜遊びしなければね暮らしていける額です。家賃を払ってでも楽に暮らしていけると思いますが、その他医療費ですとかそっちの方がどうかかってしまうのですとか、あるいは今ね宮田さんも言ってたけど、出会いっていうのはねいろいろあると思います。なぜか僕ら外国人だからなんですね。もちろんフィリピンの若い女性と知り合おうと思ったら彼女らは若いフィリピン人の方が楽しいですよね、うん、なぜ僕ら外国人を選んでくれるかって言ったら、これもう本当のぶっちゃけた話ね、いい生活できるからなんですよ。だから難しいな、あまり若い女の子若い女の子というのはもう無理ですね、それは、ねえ、うん、まあ58だったらね、うん、まあ年齢的には全然問題ないんだけどね、ね、ただその自分の体の調子をね、うん、いかにその医者に伝えることができるかってことだよね、うん、もう全く一年中同じ状態だったら医者にも分かるけども、やっぱ
ぱり状態が変わるってことがありますから ね急にね、なんか発作が出たとかなんとかってことになったら、うん、意思の疎通もヘチマもないからね、うんうん、でも私らみたいにさ、もうこっちでくたばったって何のなんていうのかな、あれもないっていうんだったらいいけど、うん、ねえ、なんとかしたいってことでもって希望を持ってくるって言ったらちょっと怖いなと思うんだな。そうですよね。今このお住まいになっているところでもすごく生活しやすい環境にあると思うんですね。例えばこう、もしアパートにお住まいだとしたら多分階段を使わなきゃ部屋に行けないってところではないですよね、多分。でそういういろいろな状況が自分の生活しやすいって状況にいると思いますが、まず生活状況を整えるってことからフィリピンで始まってしまうんで、行きつけの医者を見つける、行きつけのレストランを見つける、もう一時が万事全部一からってことになるんで、これ、気分害されるといけないですけど、健常者でも大変なことです。お一人で移住してこられて英語も片言しかできないといったら、これ健康な人でもなかなか大変なことですよね。それをどこまでできるか、これもう一つね、極端な話してしまうとお金で片付くことが結構あるんですよ。医者に行って病状を話す、何する、何かを見つけるって全部ね、通訳を雇うとかそういうことでお金で片付けられることってすごく多いです。まあ、あとはね、その収入がどれぐらいあることか、そういうのやっぱり快適さを金で買うっていう、あんまりいい言い方じゃないですけどね、でもこれ本当だと思いません？ねえ、うん、だまあ一番この今日の問題に対するお答えとしてはね、うん、お試し留学じゃないけども、うん、本当2ヶ月3ヶ月来てね、現状を自分の目でよくご覧になって、うん、そしたらね、我々で協力を惜しむもんじゃないからね、うん、病院に行きたいとかなんとかって言えば、うん、それはなんとかしますよ、うん、ただなんていうのかな、人間ってのはわがままがあるからね背中のあそこは痒いから書いてくれって、自分がそのできることならいいけども、できない部分もあるからね、うん、だから本当体のことだけは私ははっきり言ってね、今までみたいな気楽な答えはできないんですよ、うんうん、だからとにかく何ヶ月かして来れるようになったら、まあこちらに来られるのは全く関係ないと思うんですけどね、来てからその誠さんのおっしゃったように、自分のその生活していく上でね、ここならできるってことを自分の目で見極めて、それからいらっしゃるならウェルカムですよ、うん、ただその2、3ヶ月やってね、どうも食い物が口に合わないとかね、そのリハビリが思ったようにいかないってことであればね、あえてお勧めはしません。お試しで来てみてくださいってことですよね、うん、それしかないですね、うん、あとはSNS でね、今もフィリピンの女性と交流を持ってるってことですが、2人に今まで騙されちゃったわけですよね。あんまり深入りしないで、例えばその SNS でね、ビデオチャットなんかでこう会話してるんだったら、まあ、向こうも楽しんでるでしょうし、Y さんもね、うまく使ってそれで英語なりタガログ語の勉強をね、そのビデオチャットでするなんていうのも時間有効に使う手ですよね。まだ59歳って言いましたっけ？8歳9歳、うんうん、どんどんなんだろう、やっぱりやりたいことこれって頭に描いたらそっちに進んでいきたいっていうのも分かるんで、それに向けて、うん、やってみてください。あと何にも言えないですね。その医療の水準っていうのはね、うん、自分がそのこっちの医療は人様に自信持ってお勧めできるっていう状態じゃないからね。違いますね、うん、もう今現実にね、病院に行っても、熱がある、ちょっと咳があるったら、じゃあ帰ってくださいって言われちゃうからね。そうですよね。うん。私なんかだって本当は歯が痛いんだけど、うん、糖尿病だったらね、じゃあうちじゃ見れませんからって。あれ結局どうしたんですか？
そのまんま。そのまんま。ほら、ただもう毎日痛いですよ、うん。でも見てくれないんだもん。あのプライヤーで抜きましょうか。いや本当抜きましょうかってもう崩れちゃってないよ。崩れちゃったんだ。言ってる間に崩れちゃった。うん、今口の中で腐ってますよ。でまあ、ちょっとねこう的確な回答ってできなかったかもしれませんが、これが今僕らパラワントプエルトプリンセサに住んでる、一応ね一応健康に過ごしてるジジイたちの回答です。ありがとうございました。お粗末でした。なんかどっと疲れてません今日。いやこんな真面目に喋るなんてことはないからね。私はいつも金とこっち絡みと女ばっかりでしたからね。そういうんだったらお答えしやすいんだけどね、うん、今回みたいなことになるとちょっとね、まあ、トレードのこともよくわかんない、トレーダーのこともわかんないしさ、まあ、でもどっちみち生活保護を切っちゃうというのはなしですよね絶対に、うんうん、そういった福祉っていうかね、うん、日本はフィリピンよりは先進国ですから、うんうん、それをぶん投げてまで来る値打ちがあるかないか、とにかく 2,3 ヶ月はあの余裕を持ってね、うん、お試しに来てください。まず旅行ですね。でもそれこそ1ヶ月でもいいからね、うん、Y さんこんな答えしか私らできませんが、こんな感じになりました。皆さんありがとうございました。ごめんなさい。この辺で失礼します。